池田古墳は、兵庫県朝佐越和田山町平野にある古墳。形状は、前方公園墳。兵庫県指定史跡に指定され、出土品は、国の重要文化財に指定されている。田島地方では、最大、兵庫県では、第4位の規模の古墳で、五世紀初頭頃の築造と、推定される。兵庫県北部、和田山盆地北部の大倉部3登録に築造された。 大型前方公園墳である。1907年頃の山陰本線付設の際に墳丘が作閉されているほか、古墳域は宅地化し、墳丘中央には国道9号が横断したため、球場は大きく損なわれている。昭和30年代後半に初めて学術的に認識され、1971年から現在まで十数度の調査が行われている。墳形は、 前方五円形で前方部を北東に向ける。噴球は三段築成。噴球長は約136メートルを測り、田島地方では最大規模、兵庫県内では第四位の規模になる。噴球表面は吹石で覆われ、遠藤埴輪列、継承埴輪が認められるほか、左右首レブには作り出を有する。埴輪のうちでは特に、 水鳥形葉庭が23個体を数え、古墳一基からの出土では全国で最多になる。墳丘周囲には縦型の集合も巡らされており、葉庭、吹石、集合を備えた古墳は、田島地方では池田古墳と船、宮古墳のみになる。主体部の埋葬施設は不明。池田古墳の北西4キロメートルの高田地区など、 数箇所に長持ち形石棺の部材編が残るが、応募に特有のこの長持ち形石棺が池田古墳に使用された可能性が指摘される。この池田古墳は、墳形、出土派輪より古墳時代中期の5世紀初頭頃の築造と推定される。将来地域では古墳時代前期の南田島地方の応募として、 若水古墳、城の山古墳の築造が知られるが、それらに後続する池田古墳は、南北田島地方を統合する最初の応募に位置づけられ、その地位は、茶すり山古墳、船、宮古墳へと継承される。古墳域は将来市指定史跡に指定された後、2013年に、兵庫県指定史跡に指定された。また出土品は2019年に、 国の重要文化財に指定されている。古墳の規模は次の通り。墳球長はかつて141メートルとされていたが、2007年の公園部の調査で約136メートル程度と見積もり直されている。前方部の調査が不十分なため、正確な値は未だ明らかでない。墳形は市の山古墳との類似が指摘される。注釈出典。ありがとうございます。